坊さんとカズヤンイズナウリブストリーミングファイナルファンタジー14オンラインシャープ10 FF16 に向けて蒼天本格突入フォルタン弟から蒼天のイッシュガルド1ヒヨコの FF14 PC 第134回強くてニューゲーム。こんにちは。ちょっと待って、これ行きましょうか。はい。OK。じゃあ、ぼちぼち始めましょう。はい。モッサンとカズヤンです。本日もよろしくお願いします。ヒヨコの F14。強くてニューゲームやっています。蒼天に入ってるんで、今日は蒼天からですね。場所は今ですボルタン家の弟のところを受けて、アラバシア雲海ですね。ここは多分一緒です。アラバシア雲海のところからですね。アラバシア雲海最初からになります。というわけで、ね、早速飛びましょうか。ちなみにまあ蒼天は暗黒騎士で行こうかなと思ってますね。まあ、一応予定ね、今のところ。まあ、ナイトが89なんで、もう完走するんで、まあ、あとは、という感じですね。フロントラインでやってるかっていう番組で。というわけで、早速行きましょう。日中なんでダラダラ行きますか、ね。クラートップの指揮官に会いに行く。変えていくかな。BGM はとりあえず今は、あれですね。蒼天の BGM のままにしておきます。マンプだけちょっと変えましょうか。マンドラが欲しいですね。無人島で撮るね。無人島自体があれですよね。行月まで行ってないと。集中できない。結構あれです。シビアなコンテンツでありますよ。もう今まで、今のところまで行ってる人じゃないとプレイできないっていう。さあ、来ました。よく来てくれたヤンド。まあな、ラニエット・ド・アインハルト。当時の舞台を指揮する者が、お初にお目にかかる。ここにはぜひ一度会いたいと願ってた。アートボルト・トリタ君の、指揮するフランセル・ワガオ。やつをギターン疑惑から救ってくれた例をしたこと。あ、フランセルの姉ちゃん。なるほどね。はいはいはい。ありま、いましたね、フランセル。ランプドラゴンヘッドの下のところにいました。認知を離れることができなかったという、今の今まで礼を遅れたプレイをどうか許したし、そして今回の助力の申し出感謝する。いやー、久しぶりだね、イルラシの、バラの騎士、ラニエット。君だけの騎士、エマネランが助けに来たぞ。俺様来たからね、そう安心してくれ。相変わらずだな。すまん、いたのか気づかなかった。今取り込み中だから少し黙っていてくれないか。いいね。さあ話を続けよう。ここからキャンプトランプドット、雲海に浮かぶ浮島を利用し、コートに近づくドラゴン族を見張るために気づかれた拠点だ。で、有事の際にあの巨大な心臓空艇、プロテクトゥール号で上空から竜どもを叩く。それがこの拠点の存在意義だ。だが肝心のプロテクトゥール号も、故障続き、その上、原住民のバヌバヌ族との小競り合いが絶えない。いろいろと手を貸してもらいたい状況なのだ。
俺に任せてくれ。バンバンだかパンパンだか知らんか。俺様の剣で始末してやるぞ。ギャンとお別れだと思うから、気候だけが頼りだ。どうか許してたの。全く期待されてねえ。いやー、弟は相変わらずですね。困ったやつのあしらい方。エマネランのバカをどうにかしておらんかね。そこ気使ってくれると頼まれたもん。このうちはまだまだ未開封も多い。下手に任務を出すと何をしてかすかがわからんと。見張りを頼むと。なるほど。フォロワーが言ってるのはまだ、まだいい、まだいい。雲海の監視という重要任務だ。一刀、素直に聞いたね。サボらないようにしっかり見張っておきます。いやー、従者は優秀なんですよ。めんどくさい練習の相手をしてきたのだ。例えば。多分出てきただけあれだ。めんどくさいのって誰だろう。まああれ、オルシファンだからさ。あの言動はあれさ、聞き流さないといけないですね。ふっつの鳥。ああ。つける。壊れたらだからゼロは出ないと。これここは出ないんじゃん。なんかこうパイッサ聖地。生息地域で。パイッサはこの当時はかなりの人気キャラでした。これなんか出てこないんだよ。アンキアン出てこないんだよ。このチェス。これそうっす。これがね、あれですね、指定の場所だったんですけど、今足元に変更されてますね。メンディス。いつの頃の話なのかっていう話ですけど、これがあれって置くのめんどくさかった。一番にスリップって
ピーリン、マリエの言う私たちの舞台の士気が低いこと、うん、いやマリエさん大変そうです。左遷の地、うん、なるほど。それは確かにやる気出ないですね。なんでエマネラに勝つを言わなきゃいけない。もう早速サボってんじゃねえかよこいつはよ。勝つを言う。なんだ何事だ、敵襲なのか。前に向いてんの何なんだよって。ファイアールドゲンキュだって持ってないです。こいつ。課金のやつはいくつか持ってんですけど、最近は全然買ってないです。キリがない。左遷の地で多いで結構。ひねくれてんな。楽に仕事できる。エマネラさんには逆効果、そういうこともありますよね。それは憂鬱だ。湧き水のふりして東に行くの。さすがにクエストを省略されてないでしょ。ここまであれ、し、進行だよね。陰性だけクエストを削られたっていう。適当な任務でさせて斜めを作るか。もう手伝ってくれる。水泳の覚悟という重要任務だ。マジで重要任務。あれ、やっぱり俺その信頼されてんのはさ。重要任務と取り合いつけとけば。いや、単純だな。人に好かれそうなタイプですよね。本当に大した。兄ちゃんの頭は硬いタイプだった気がするんですけど、兄ちゃん。あれですね、勇者もついてるぐらいですか。これ、エマネラがあれ、ね、嫌なタイプだったら、勇者も嫌がりますか。競争しようぜとか言ってるぐらいですから。いや、広いな、ちょっと広いって。まあ、当たりを引けば終わりってことですか。あ、ちょっと待って、なんか言えない。やってみますか。
なんていうか、あ、初級と中級を一気に終わりました。経験値しょっぱいですけど、今のこそ。これ上かな？上っぽいですね。ここだな。この奥の方にあったような気がするんですけど。ひたすらお使いやるだけですか。楽でいいですけど。雲海やらず、あ、これ落ちますか。なんかイベント発生するっぽいです。手腕が来ると、この辺のベースとちょっとカットされてるかもしれない。なんか短く感じます。こんな短かったっけ？いっぱいあったような気がするんだよ。めんどくさいお使いくん。はい、マメラの姿は見当たらない。なんだよ、弟探さなきゃいけないんだ。大変ですか、イナー様、エマネラ様は大変なんです。たくさんのバウマー族に取り囲まれて、彼らの集落に連れ去られてしまったんです。はい。とにかく一緒に来てください。リンのオフライン版は出ないでしょうね。ドラクエはオフライン出してくれたのすごいありがたいですけど。今いつでもプレイできますから、ね。バージョン2で。楽しいっすね、やっぱ。コマンドバトルになってるから、なんか本当にもう別ゲームって感じですね。いや、昨日とかラリフォーマーを全員が食らうのとか、あんなもん絶対、あれっすね、オンライン版じゃ出ないっすからね。オンライン版だったらあれっすね、離れてる人は多分ラリフォーマー食らわないっすから。ああいうのがあるから、やっぱ別ゲームっていう感覚で楽しめます。まあ、ノイズもついてますし、その辺もでかいです。暗くなるまで様子を見た方がいいですが、バヌマン族は動く気配ありません。それどころか見てください。バンペイが警戒しています。イアン様、僕はローズハウスに戻ってラニエット様に、支援を要請してきますです。はい。助けが来るまでの間、もしここのか、夜陰に紛れず忍び込めるチャンスがあったら、どうか今なら様を助けてあげてください。あんな方ですが、僕みたいな従者にも優しくしてくれる、渾身の、優しい方なんです。はい。どうかよろしくお願いします。うん。ああ、優しさがあるんですね。明るいです。やっぱ嫌われるタイプではないです。エマネラは消す。行きましょう。こっちに。ラツライ。
まあでも戦う。いや懐かしいですね。この大盛りや妹があるんですよ。ふわーっと話す。高くしてもええ。今日エマネーラの禁止やと言って目が行った。奥ですか。あんまり赤いとこすかもしかして絡まれなければサクサクできる。あれですよ、勘弁して。俺なんか食ってうまくねえ。違いちゃうやん。カーズこっちは早く助け出してくれ。このアイコンついてなかった気がしますね。あのアイコンはグレンか漆黒でどうも追加された。漆黒のタイミングでおそらく強く人間が実装された。そのタイミングでこの辺もやっぱ変更入れてるんですけど、キャラのアイコンはついてなかったです昔。ちょっと細かいです。だから強くてニューゲーム担当の開発者がいる。あとゲイラバンさんです。逃げ出そうとしてます。モノドンブの出会い。今から帰って。あれが長老か。ああ、そう、今ねらを、ちょっと待って、護衛しねえといけねえの。いやー、まあそうですよ。フラットリア。お前も戦えよ。絶対戦う気ねえよ。フラップリし、怯えてるじゃねえか。怯えてるよ。行くぞ。行くぞ、怯えてる。あ、ついてくる。道中のやつを倒してから飲むか。多分ね、どうしたの。今度は張っていくんだよこいつ。いや、いっぱい来たよ。ちょっと待って、いっぱい来とるやん。大丈夫かな。今ね、あのんの先行っとるやんか、あいつ。ふざけんなよ。いやーここやりづらいっすね。ここ。いや、めっちゃ絡んでるじゃん。そっか、今まで倒してこなかったやつが絡んでる。あと、新しいもん。このオルシアンが来るんだね。お前も来てくれたのか。オンに切るぜ。ここは私が引き切る。今ねらの護衛を頼む。引き継いで。絡んだ。うわー、いっぱい来た。いっぱい来た。あー、でも、オルシアが担当してくれてます。これ、結構無視でいいっす。そうっすね。おい、弟、弟いるぞ。ここまで行けばいいかな。兵士がいます。あいつは絡めそうですか。さあ、ゴミでしたか。どうぞこちら。これで終わりか。あ、
バネ？バネ？また増援か。おひひ。ラヌバヌを治める偉大な分土の王さ、このホルバヌは湧き立つ雲のように怒りに満ちている。喋る。ホルバヌを怒らせる地の底を歩く者たちは泡立つ雲の神に捧げなければならない。来たりませ白き神。お、来た、白きか。ヒラみたいな空を飛ぶ魚です。おお、白き神、白き神、大いなる運神ビスマルク。ビスマルクです。運神だと。万神。新たなる万神だというのか。ついにシガルドに万神が現れたってことですか。確かにここは逃げるが勝ちか。おっと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 、逃げろ逃げろ。おっと、ちょっと崖下だよ、やばいよ。おっと。お、空を見て。お、来たね。これ、シドか。何がどうなってやがるんだ。えい、突っ込むぞ。タイミングいいな、シド。了解。ミックスウィッチ。急げ、離脱する。はい。なんだ今の。なんかねえから、ましてや、ちびってるわけでもねえぞ。ほんとだぞ。なんだよ、この体勢。たそがれてる。やれやれ、どうなることかと思ったら、無事に何やりですよ。もっと礼なんてよしてくれ。俺たちは仲間だろ。実は石原教皇庁から飛空艇技術の顧問を頼まれてる。だから、まあ、それで石ガールドに来てるね。連中が作った大型飛空艇、プロテクトユル号の絵と問題を解決する手伝いのために来たんだ。そしたらお前も来てるって言うじゃないか。おまけにお前の仲間が獣人に捕まったって聞いてる。ああってエンタープライズに乗るよ、飛び乗ったってことさ。さてと、俺は大型飛空艇らの様子を見てくるとする。少しは仕事をして、社に、金を入れろって部下に怒られてる。シドは基本的に働いてるってことです。困ったやつのだということ。しかし、おじさまの活躍があったからさ、新たな万神の脅威を発見できた。こいつお手柄と言っても過言じゃねえ。きっとすんごい褒められるんだろうな。さて、どうあしらうか。どうあしらうかはちょっと楽しみです。何言ってさ。
限定は下半分って言ったらあるかな。上の方は敵が強かった。無事戻ってきてくれたか。一体何があったと言うんだ。なんと運神ビスマルクだと。ビスマルクといえば雲海を US 罰とすると伝わる伝説の白クジラ。やっぱクジラなんです。クジラだと。それをバヌ満族が蛮神として呼び下ろしたという。以前は友好的だったバンバン族が一転して態度を覆したの、今となっては理解できる。バンシンの、影響を受けた、だっていうことだろう。うん、神は神徒となるテンパードの心をねじ曲げる。暁から提供された資料でも読んだことがあります。はい、なあなあ、お手柄。これで俺さんは、男爵ぐらいはもらえらんさ。そしたらラニエット、俺の嫁さんになってくれよ。ああ、こんな男のために命を懸けさせてしまうと。ヤンドには何と割れていいもんね。ともかく、万神の刑を上に報告せねばなるまい。教皇庁と神殿騎士団に私が伝えておこう。助かるオッショワン首を。ヤンドも助かったよ。当選の任務を終了とし、皇帝も取るといい。何任務もう終わり。それじゃあ俺も疲れたから帰るわ。何と。いろいろ一日待ってる。じゃあ。では、カーズ、我々のコートを石ガールドに戻るでしょ。ファンより、キャラ濃いです。オルシファンがまともに見えてきます、これ。基本的に石ガールドはああいうキャラが多いんでしょ。もうエレゼのネタ枠とされています。これでも戻るっていう流れになってるので、そこからね、飛んだ方がいいのか。あ、こっから飛べそうっすけど。飛べるんだったら、こっから飛ぶかもしれない。こっち系か。から帰れる。ここは無人か。この三軒屋敷に戻ると。今ねらんが帰宅しているかどうか確認しておいて。めんどくせえなもう。そんなとこまで面倒見なきゃいけない。ちゅう顔して。いてえ、いてえよ、カーズ。なんかしたんか。攻撃食らったからな、バズマで。何があったのかって、親父に思いっきりぶん殴られた。そっちかよ。大切な客人に危険をさらすとは何事かってな。どうも俺の手柄はパーらしい。ああ、ついてねえな。バーシーを見つけてくれたのはありがたいですけど。たまたまじゃねえ。捕まってたじゃん。じゃあ次は兄貴ですね。兄貴行きましょう。なんか会話変わってると。あ、いねえよ。伯爵いないっすね。どっか出かけてんな。鷹の巣。では、改めて自己紹介させても、我が名は、アルトアレール・ド・フォルダー。フォルダー家の長子にして、誇り高き石ガールドの騎士。先ほどは失礼した。己に与えられた任務は己の手で、そう考えて言えのこと。
ちゃ頭固そうっす。秀の実力はあの男オーディションから聞いている。ぜひともその力を貸してくれ。とは言っても力貸す相手は、お憎たらしいディランデル家とゼーメル家の。四大名家のうち、ディランデル、ゼーメル家の両家。これの名前もあれですね。クルダスの時に出てましたよね。我がホルタン家と歴史的に対立してきた経緯がある。ライバル関係とあると言えばいいだろうか。オルシファンがディランデル家です。今回、教皇庁からの依頼で、彼が進めている事業の手伝いすることになった。尺ではあるが、せいぜい貸しを作ってやるとしよう。さあ、石柄の仮想に向かうぞ。認知は、クラス西部コーチのカルコンネスト。ここでの、チーム員に声をかけ、現地までの足を手に入れよう。石柄の仮想から、ワープできます。だけど、さあ、これは、現地、あ、現地じゃねえよ。石柄でいいんだ。講師のね、クラス系があるとかです。バイスチーという講師のクラス系。石柄の関係はアーコプシーと気候師か。あとあれか、先生自身のやつです。その三ジョブがこのタイムで追加された。地域の人も一切気にするんですよね。しっかりやってる人は、そこはこっちやね。黒チョコボを用意しておりますよ。黒チョコボで向かってくれますよ。これチョコがね、これ関連で確かね、フライングマウントが追加されてるんですよ。コンテンツプレイしてます。今デフォルトでいけんじゃねえかな。風脈サイト。風脈と各地のプラスクエをこのサブクエやって、貯めることで、ソロトビー。エルゼンに関しては、もうあれですね。第7レースによる気候変動は、クルザス西部高地を極寒の世界へと変えた。氷壁に道を閉ざされ、一時は放棄されたこの地を、再びイシュガルドの民が取り戻そうとしている。冒険者が降り立ったのは、まさに再建の途上にある寒村ファルコンネストだった。えい、アルトアレ。ご無沙汰しておりますよ、アルトアレイ家。応援に来ていただけると聞き、お待ちしてますよ。こちら、おや、そちらのご人を。よろしく頼む、レッドアルト家。こちらは、家の、客人、ヤンドン。今回の、応援要請に対して力添えしてくれることになった。もうそうであったか、わしのレッドアルト、ディランデル家に使える騎士だ。その活躍は、我がとも ドラえもん卿。じゃあ、ドラえもん卿ですね。来ました、ね、ドラえもん卿からも聞いているぞ。我ら二人でこちらの任務に協力させていただく。何をなすべきか、担当の指示をしていただければ。うん、冒険者どもいることは少し背景事情も含めて説明させてもらおう。第7レーサー以前、ここファルコンネストは、中央兵の一帯が、終了するだけの寒村に過ぎない。だからレーサーを境に巻き起こった、大寒波により、雪と氷に閉ざされ、住民たちはコートに避難を余儀なくされた。
かくして西部高地は放棄されたのがその結果どうなったか。クーザ西部高地全体が、氷の巫女率いる異端者の、本庄ネジロと化したと。その通りだ。教皇庁は西部高地の奪還を決定したのも、活発化に一同たる、異端者勢力の対処を進めるため。ファルコンネストの、再建はその足がかりだ。だがそう言っても5年もの間放棄されていたから。再拠点化には大変な手間がかかっている。応援として来てもらった記念らには各施設の再建作業と異端者勢力の捜索。この2点について協力してもらいたい。任されよ、レッドワールド教。ホルタン家の名にかけて必ずや務めを果たす覚悟。何なりと指示してくれ。税名家の出会い。ロス。しか、うん。オッケー。参加者。こんなとこにいるのか完全にあれですかね、攻められてますね。さあ、どんどん行くね。テケの持ち方っていろんなゲームで統一してますよね。ドラゴンゾードもこういうなんか持ち合い方しますね。ボンパンとかもそう。カプコンに合わせてやってますね。すず。スタッフ。さあ、やっと拠点から移動。暗いなぁ。天気悪いっすね。さっき昼間だったんですよね。今回昼間だったかなと。めっちゃ言うんです。冷える。リープアイを3、倒して3体分集めてくれと。拷問。済んだ拷問。これか。完全倒したっけ。
レビングとかやってるんで金はまあ全然減ってないと思います。状態部隊を操作する。リバーズミート私の後について、現地集合で現地集合でね、やっぱり来たいじゃん襲撃者が現れたら通る。下、下ですね。いや、大丈夫か。こちらも異端者の指示を受けて、まさか雲を広く展開していたと。ああ、助かったのか。命拾いしました。ありがとうございます。さすがヤンド。異端者を軽々と撃退し、騎兵も救うと。しかし、生存者は君だけなのか。一体何が起きたという。懲戒任務中に、風吹雪が、強くなり、視界が悪くなったところに男子たちを恐れました。何かを切り倒したものの混乱の中で私たちの部隊は知事に。アベータ氏はどうにかここまで来たのですが。異端者どうも追いつかれたか。はい、足跡を割れているんです。どうかどうか、異端者どものアジトを見つけ、散っていった仲間たちの仇。その気持ちはわかる。だが今は自分が生き残ることだけを考える。生きていてこそ、修正の機会をつかめるという。足跡が導く最高。あと、イゼルの鏡です。イゼルが出てくるっていうのは。
ぱクエストは減ってる気がします。もうこれアジト向くっていうのがあれです。もうソロコンテンツ始まるの。そらこれから北上していくっていう流れになってる。あれすいません。左のなんか、あれすね。村が、廃墟、村があったところに、行く流れになってたような気がしますけど。ないってことです。この目的地は出てないんで、足跡に沿ってるっていう流れ。北へと続いている。もちろんさすがに戦う必要ないっす。これがこっちか。北へと続いている。なんか復活絡むわ。長いって。はい。一人だけ。ボス扱い。キー助けてくれ。あ、これ、どうだい。泳がせた。倒したらこれアウトです。いや、これ倒したら失敗で終わる。アジトの場所を見つけろってなるんですか。待てー、いや、ちょっとアイストラップ混じってんじゃないか、めんどくせえな、ここ。突っ切るか。突っ切りましょう。多分ねえじゃないですか、さすが。そうそう、突くと思うんですよ。あ、トイレ切れんじゃねえけど。まあ、通常のエリアと一緒っすね。ID とかだとしつこく売ってくるんです。うん、ついたって。で、どうすればいいの？何行けんの？あ、来た。貴様、つけられてる。どうですか？どうですか？やっぱ、体力高えな。こんなところでやっている。はい。うん。いかにも異端者がいそうな場所です。宗教がある。いいぜ。この私を狩りに来たというのか。
見たがあるぞ。久しいな、真実の片鱗を知る娘よ。汝が木浴の塔を訪れた時以来か。まさかあなたは。さすがに知ってます。さよう。我こそは始祖たる源流。汝らは同じ力を持ちながらも随分と異なる道を歩んできたようだな。やはり人とは不可思議な種。その通りだ、光の戦士よ。私はあなたと同じ超える力を持つ者。最初は幻のように現れる過去の情景を前にして、その意味すら分からず怯えさえした。しかし5年前に全てが変わった。そう、第7霊災が起きたのだ。霊災によりクルザスの環境は激変。私の故郷ファルコンネストは瞬く間に雪と氷に閉ざされてしまった。多くの住民と共にイシュガルドに避難しようとしたが、眼前で代表壁の一部が崩落。家族を失った私は引き返さざるを得なかった。寒さに追い立てられ、ドラゴン族に襲われる危険を承知で西方のドラバニアへと逃れたのだ。そして彼の地で私は出会った偉大なる七大天竜の一翼、聖竜フレースベルグに。そして見たのだ、竜子戦争の真実を。だからこそ私は主の融和のためこの地に満ちた欺瞞と戦っている。コート襲撃で民に大きな被害が出た。分かっている、分かっているのだ。イシュガルドの民がドラゴン族を憎むのは彼ら自身に非がないことくらい。いやいや、突っ込む襲撃の時めちゃくちゃ笑ってたけどね、いつも。生まれ落ちた時から竜を忌むべき存在と教えられ、目の前で肉親を殺されもすれば戦うも道理というものだが、ドラゴン族もまだ理性的ではいられず、真の敵を知ってなお、ね、人そのものを憎んでいる。命短き人の子には歴史に埋もれた記録であろうと、悠久の時を生きる竜には忘れがたき記憶よな。その怒りの深さと狂気は人の子たる汝らに計り知れるものではない。犯した罪は償うつもりだ。私は聖女でも救い主でもない罪人だ。それでも決して諦めはしない。因果を根本から断ち切り、融和をもたらしてみせる。私はすでに私自身であるだけではなく、竜を愛した芝でもあるのだから。
これは外か。いや、綺麗な足跡をたどり、どうにかここまでたどり着いたのか。その様子を見ると全て終わったと言うと。氷の道。なるほど。牧場跡のあばら屋の地下は板足どもがアジトだったと。氷の巫女を取り逃したのが惜しいが、これは、主君が、奴らのアジトの一つをぶっ潰したの。首したのかな。改めて感謝せねばならない。助かった時は、キレイの力には感服した。これ、アニ編はこれで終わりかな、もしかして。まあ、そうです。火の、目の曇り、今は、うん。一回ファルコンネステに戻るっていう。そこから、石ガラスに戻るっていう。いや、あれとあれいるけど、帰還早々すまないが、ことのあるましを報告してくれ。なんと、氷の巫女が、シストン、アジトを見つけた。素晴らしい手柄だぞ、ヤンド。異端者の排除に向け、大いなる一歩となる。私は、冒険者の功績を教皇庁に報告するのだ。よろしいかな、と言ったことだ。フロンダ、協力を仰ごうとしていた異端者勢力の捜索を期待以上の成果を収めてくれたのか、私からも感謝の意を伝えておくとし。では、この一件の事後処理は、レッドアーズ教諭、以下、ニデランダル家の騎兵団に引き継いでもらってもいいだろうか。了解した。後のことは任せてほしい。さあ、お二方の、雪中、公務が続き、疲れていることも、ファルコンネストの任務はこれで終了とし、コートに戻ってゆっくりと体を休めてくれ。ありがたい。それではコートのホールタン家の屋敷を戻し、世話になったレッドアーズ君、またいずれ会おう。もしはずっとここにいるってことですか。寒いっすよ。絶対に寒いと思うんですよ。俺うちらも帰ってダーンを取っていって、ね、この中とか入れたりするのかったですけどね。あ、ここは何もねえの。はい。これで、こっから戻れるより。ここにか。はい。じゃあ、ホルタン家へ戻りましょう。今回の件、改めて良さしてほしい。そして一つ謝っておきたいことがある。実のところ、当初は綺麗なことを侮っていたので、実力を高く評価し、かつ客人に通じて招くことを推薦したあのと、オルシファンだ。オルシファンは私の弟なんだ。腹違い。あ、そうなんだ。実力した父が犯した唯一の過ちの結果は人は言う。だが父は言う。知性地を捨てずに騎士として育てた。なるほどね。そうだったんだ。もちろん今は亡き私の母は最後のオルシファンの存在を認めようとはしなかった。その心は私にも伝わっていたのだ。だからこそ私はオルシファンを素直に受け入れられず、奴が推挙したキレンのことを疑っていた。奴の目は曇っていると。それがつまらぬ思いであったことを知って、私がキャンプリバースミートで、騎兵を救ったとき、彼を送り届けるという楽な役目を、選んだと。
そして、冒険者のある綺麗に単独でついていけという辛い役目を押し付ける。だというのはその任意を、断るばかりか見事に成し遂げて、見せた綺麗な姿は、そうまさしくウスアンが推挙した言葉の通りだった。うん。どうやら困っていたのはその目だって、上に感謝しようかわず、ありがとう、いい経験になった。ふふ。頼まれました。で、こっからは、まあ、本編が始まってるっていう流れですね。ここか。蒼天の騎士。主人徹底から、ボルタン、カッカ、来た。戻られたか、冒険者殿。貴殿の活躍については息子たちから聞き及んでおるぞ。次男のエマネランに至っては命を救われたとか。そう。内心はともあれ、ゼーメル家やデュランデル家から感謝状が届いているほどでな。私も後見人として鼻が高い。まさしく貴殿は我らフォルタン家の友と言えよう。失礼いたします。無礼であろう、何事か。申し訳ございません。ですが急ぎご報告しなければならない緊急事態が発生したのでございます。我らが客人アルフィノ様とタタル様が異端疑惑により連行されてしまわれたのです。おっと、また事件が発生しましたね。異端疑惑なんだと。詳しく説明せ。ああ、ご両人は平民向けの酒場に出入りし情報収集をされていたご様子。うん、そう。その際下船な者たちと接触されたようで、それを知った蒼天騎士のグリノー卿が異端審問局に告発されたのでございます。こいつのせいとか。グリノー卿。グリノー卿とはゼーメル家の血を引く者。ゼーメ知性のかけらもないが武術だけは一流という武骨者だ。危機が喉元を過ぎれば足の引っ張り合いを始める。どうやらイシュガルド貴族社会の悪しき伝統に貴殿らを巻き込んでしまったようだ。前明教に相談するのがよろしかろう。必ずや力になってくれるはずだ。仮想です。仮想の、ここはよく解明球で、見た。ルキアさんも、あ、オルジファーもいるじゃん。アンドゥル。アンドゥルってのはここによくいるやつか。久しいな、カズン。だから勇者に話して、挨拶してる場合じゃない。アルヒノとタタラ城の件で来たもんね。軍神ビスマルクの件を報告していたところに例の異端告発の情報が舞い込んできて、彼らは潔白であることが明白だと言う。私たちも、彼らの潔白は信じている。だが厄介なお二方が告発したのが、蒼天騎士のグリノー卿という欠点だ。蒼天騎士とは、強国計画を、守りつつ、二名の、父。簡単に言えば、親衛隊のような存在だ。彼らに命令できるのは、強豪、計画はただお一人なんだ。なるほど。強行は絡んでるんですね。万神島の討伐に、さっきの、高度防衛戦、我ら石ガルドの民は、暴月の決命に多大な恩があります。だというの、このような嫌がらせをしようと。
今日の怒りもわかるが、今はそれを言っても始まる前に、こうなっては決闘裁判を要求するまでだ。決闘裁判。面白いです。なるほど、その手がありました。決闘裁判というのは、先進ハルオーネの御前で、被告人が告発人と決闘し、潔白を証明すると。戦うってことこれ解決できるならいいっすね。今回はアルフィノと戦う場合も、告発人がビルノキャラ2名の闘士と戦うということになる。そして勝利できれば無事に、無罪が認められているわけだ。アルフィノとタタルが戦うって言った。しかし相手は、百戦錬磨の蒼天騎士。二方の腕は組み合わせ、いかにも無駄はねえ。魔法の使い手はアルフィノードは、己の腕で、潔白を証を立てる必要があるだろう。だが、戦う時期の下から上は、代理投手の選出を見たら、その代理投手に、ひよこさんが選ばれる。私はオルシャンコン一角の騎士のつもりだが、やはりこの中で君が一番の重さだ。代理投手として戦ってくれるか。決まったんでは早速私がアルフィノードに面会し、進言してこよう。神聖裁判所で待っている。サイバーショットのうち、なんか、上層にあるやつか。はい。じゃあ、上層行きましょう。いい眼差しだ、カーズ。オッケー。これより被告人の申し立てにより先人ハルオーネの見舞いに起きて決闘裁判を執り行う。告発人、前へ。あれ、御前じゃなくて見舞いっていうもんか。たぶん振り柄が見えた。蒼天騎士グリノー卿、何時この者らを告発するか。我が名はグリノード・ゼーメル。蒼天騎士の名誉にかけて、そこなる異邦人2名を異端者との密通容疑により告発するものである。被告人、前へ。異邦人アルフィノ・ルベユール、および異邦人タタルタル、何時らに改めて問う。タタルタル、グリノー卿による告発に対し身の潔白を訴え決闘裁判を求めるか。あれですね、 FF11 にタルタルっていう種族がいるんですけど、それと被せてるんです、タタルタルは。我が名はアルフィノ・ルベユール。そうだ、我々は無実であり、告発されるいわれはない。正当な権利として決闘裁判を要求する。わわわ、私はタタルタルです。タタルタルです。この通りか弱き乙女なのです。かわいい。はい、弱き乙女。確かに幼児や老人、そして女性など戦う術を持たぬ者には代理投手の選出が認められている。被告人の擁護者として決闘場に立つ者は誰ぞ。こちらのひよこです。
のか。ありがとう。何としても無実を証明してみせるぞ。全然強そうに見えないですけど。二人と戦うっていう蒼天騎士、前がグリーン。先陣張るおねよ、ご将来あれ。そして願わくば真実を明らかにしたまえ。倒すだね、真実扱いになっています。蒼天騎士の手。で、あれは。ゲートつけるよ。かっぱいっす。あとは決まってる。普通に邪魔してくる。おらおらおら。いやー、タンクかっこいいな。全然体力減らないっす。おいおいおい。いや、これあかんね。またかよ。ターゲット取れんね。オッケー。マルヒノは全然いけるタイプですね。いや、やりましたです。勝負あり。精神ハローネの、審判が、おるった、被告人の申し出こそ真実であると精神が示されず、よって被告人アルヒノ・ルベユール及び被告人タタルタルを無罪とする。これにて決闘裁判は閉廷。被告人告発に双方退任せよ。よかったね。無実です。いやいや、また君に助けられてしまった。本当に助かってありがとう。普通に街にいても問題ないよっていう。オルシファー。いい、実にいい戦いぶりだったぞ。殿のために。まだ男たちの立ち向かうその姿。これがたまらずに怒られられようか。その勝利を指揮し、一つ送りたいものがあるのだ。冒険者はこの美しい笛を手に取るがいい。黒チョコですかね。ここで黒チョコを流れる。そうっすね。それは黒チョコをホイッスルと言ってるのは、私がお前のために丹精込めて育ていた黒チョコを言うための笛。本来だったらここで黒チョコがゲットできるってことですね。マウントですね。ミールはこの美しい毛並み、たつくましい翼、これがお前はさらなる高みへと導く相棒の姿だ。困りますよ、オルシファン。今日、申請裁判所にチョコボを招き入れるなんて、全くもう向こうに連れて行きますからね。裁判所にチョコボを入れて、怒られて。
笛を吹いたらそうなってるんですよ。風脈の泉かよ。こっから風脈をやるっていう流れ。大事なものに風脈の古物。うん。そうですね。これをね、満たさないと空を飛べるようにならないよっていう流れです。まあこれでね、あの各エリアのですね、いろんなとこ行けるんで。まあこれはこれで面白いですけど。で、いいコンテンツありますね。マリオでいう、あれですね、あの、星を取りに行くような流れですね。全部集めると、何かが解放されると。こっちの場合は全部見つけると空を飛ぶようになります。強行トールダンの汗。あ、ちょっと強行とこの面会できるのか。そうなんでしょう。フォルタン系に戻ればいいって思ってます。とりあえずはフォルタン系行きましょう。目立つんです、ね、先進ハローに行こう。貴殿の力と、先進の意向によってお二方の無罪を証明することができている。一時はどうなることかと心配したが全くの杞憂であったようだ。総天騎士に一本引かねえたったぶりだったんで、コートの噂好きには大騒ぎしたぜ。さすが俺のマブダチだ。失礼します。今仕方、強行庁より使いの方がいらっしゃいました。何でも強行警部は、カーズヤーン様とお会いになりたいと申しているということで、来ました。マジかよ、強行警部。カーズはこれには実に名誉なことだ。うん、確かに強国警察、じきじきのお招きとあれば、誇り高きこと、折り良いのが気にならないわけではないが、警察を待たせするわけにもいくまい。ヤンドン、アルヒノデア、タダルジのことは我らに任せ、貴殿は石柄と強行庁へ向かってくる。石柄と強行庁前に、強行庁の司祭様がお待ちのことです。よろしくお願いいたします。いい。私は、この、こんな感じが多分続いてる。流れですね。立ちしていく。なぜかそこにはないっぽいんですよ。見えてないと。グランドホテル。クソ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 。マークついてる。あからさまに ID あるっていうマークです。気にしない。お、頭外してる。自動で外すんだ。ひよこじゃ面会させてくれないらしいです。中の人を出せ。中の人を出されました。強行警官、光の戦士殿がいらっしゃいました。貴公の噂は耳にしておるぞ、英雄殿。神殿騎士団のアイメリク教からもその評判を聞いていた。わしはトールダン七世。
イシュナルド聖教を束ねる教皇の立場にあるものよ。どうしても貴公に一言詫びねばと思うてな。しかし見ての通りの老骨では思うようにもいかず、無礼と知りつつ貴公に足を運んでもらったのだ。それというのも貴公の友人が異端告発された件よ。どうやら些細な行き違いがあったらしいの。そうであろう、ゼフィラン卿。は、恥ずかしながら我ら蒼天騎士団に寄せられた情報が誤っていたようです。我が部下グリノー教の独断であったとはいえ、無実の罪で告発したこと申し訳なく思っている。この通りだ。キコーラがイシュガルドのために成してくれたことを思えば、かような行き違いなど起きようはずもない。万神芝や高等防衛戦での働き、改めて礼をさせてほしい。他の者にもキコーラを熱く遇するように申しておこう。さてゼフィラン卿、人払いを願えるかの。しかし下下、かしこまりました。人払いを。あいめいと意思疎通、教皇などという立場になると、若者と面と向かって話すだけでも一苦労よ。ところで英雄殿、貴公はアシエンなるものをご存知かな。あ、そうね、教皇はアシエンと繋がってますから。ちょろっと出てましたもんね、映像ね。見ていくつか忘れてる。2.4 か。貴公、光の人たるものと見込んで話す。この教皇庁も奴らからの接触を受けておるのだ。アシエン、奴らは混沌の種をまいて回る存在よ。ドラゴン族との戦争を続ける我らに力を与えると言ってきよった。無論わしは奴らに組みするつもりも、その思惑通りに踊ってやるつもりもありません。しかし連中の企みに対抗しようにも、その真なる目的を知らずしては何もできぬ。故に話を聞く素振りを見せつつ様子を伺ってきたのだ。いずれ訪れる奴らとの対決に備えての。対立する意思はあるっぽいですね、今日。なぜなのかは分からぬが、奴らは光の戦士と呼ばれておる貴公の力をことのほか警戒しているようでな。だからこそわしとしても貴公と協力できるのであれば手を取り合っていきたいと思っておるのだ。エオルゼアの真なる平和のためにもな。戻って。
か、どういう感じでアシェントの配置が出てくるのか、どっかで出てくるの。まだ出ないと思うんですけど、戻ったか。君が教皇庁に呼び出されたと聞いて、何があったのかと心配していたところだよ。なるほど、我々に対する謝罪と貴族への牽制、そして自身の関与を否定してきたか。教皇自身がアシエンからの接触を明らかにしたというのか。そうか、奴らはすでにイシュガルドにまで。万神の存在を考えれば必然とも言えるかもしれないな。しかし万神やアシエンと対抗しようにも暁の仲間たちは。そうだよね、暁は今いないですから。あ、裁判のドタバタ騒ぎですっかり忘れていたです。何でしょう。仲間といえば、賢人の皆さんの情報を集めているときに大変な噂話を仕入れたのです。噂話。例の酒場で怪しげな商人さんから聞いたのですが、ウルダハではラウバーン局長の処刑が近いという噂で持ちきれなんだそうです。こっちやばいじゃねえけど、マジか。まずいな、ラウバーン局長が亡き者となればナナモ女王暗殺の真相も闇に葬られかねないぞ。オルシュファン殿からの助言の通り、しっかりとした準備をしてからと思っていたのだが、うん、これだけは悠長に構えてはいられないな。じゃあここでウルダー問題を見る。救い出そう、ラウバーン局長を我々の手で。なるほど。曲を通るだんならす。ウルダーハナイン来たんです。ペイトク。うん。で、リンサロインサインに行こうとしている。そうっす、いきなり歌わないといけないっす、さすがに。たたたおっと、ラバー局長のこと心配です。さあ、なんとか処刑を阻止したいところ。久しいな、冒険者。アルフィノ殿も無事で何よりだ。しかし、イシュガルドに逃れるとは考えたな。心配をおかけしました。良き友人たちが手引きしてくれたおかげです。一方で、ナナモ陛下の暗殺騒ぎの折に追われはしたものの、その後となると、表立って追い立てられたわけではなかった。提督も動いてくださったのでしょ。やれやれ、アルフィノ殿は相変わらずだな。確かにウルダ派のピピン小刀匠からの依頼もあり、私とカヌエ殿との連名で釘を刺してはおいたさ。光の戦士と暁の決明は
エオルゼアを救った英雄であり、証拠不十分なままで罪人としておえば人心が揺れるとなまさにピピンが言ってた通りのことを言ってますね。人心が揺れる。実は九段の戦勝祝賀会に前後し、私とカヌエ殿は王宮を訪れていたのだ。七尾陛下からの私的な招きによってな。そこで陛下は切り出された。近くウル王朝の幕を閉じ、ウルダ派の共和制への移行を宣言するつもりだと。そんな発表をすれば王党派共和派を問わず大混乱は必至ではありませんか。その通りだ。七尾陛下は不安定化するであろう情勢を案じ、我らに混乱の平定への協力を求められた。つまり七尾陛下の暗殺は政変を察知した者による謀略ということ。政権を握る左轄衆にとっては下手に共和制に移行し権力が分散するよりも傀儡の女王を操る方が望ましい。だがそうなると女王を暗殺する意味はない。まさか七尾陛下は。先の戦勝祝賀会から今に至るまでウルダハ王政庁から女王の死は発表されていない。ウルダハの行政を担う八官府は各種式典への女王欠席の理由を病気療養としている。死を公表するタイミングを伺っているとも取れるが、あるいは。それではここに来てラウバーン局長を処刑しようというのはなぜです。単純に彼を政権から排除したいだけなら捕らえた直後に即刻刑を執行しておけばよかったはず。重要なのはそこだ。身柄を拘束されていたラウバーン殿は長らく都市内のマラサジャ収容所に収監されていた。だがここ最近になってイズコカに移送されている。それも情報によれば移送を行ったのは同人団ではなく青い制服を着用した一団によって。クリスタルブレイブ。クリスタルブレイブ。どうやらここに来てロロリトラ共和派とクリスタルブレイブの結束が揺らいでいるらしい。なるほど。いずれにせよより詳しい情報が必要だろうが、この件に関しては頼もしい者たちが調べてくれている。君たちの友人でもあるドマの忍びたちがな。いいですね、ドマの忍び。はい、いい横持ってそうですね。イルザ同盟軍にとってドラーバンドの、要といえる、人材だけに我々としても打ち上げたくない、奪還作戦についても真剣に検討していたところだ。だが同盟関係にあるというウルダーの内戦に対し軍事介入となると、ね、慎重論もあってな、君たちが彼を救出してくれるというのがあればありがたい。もっとよりそのつもりです。クリスタルブレイブは私の助長が生んだ、組織、自分自身での手で敬意をつけねばなりません。今更書く音までもなかった。ドマの忍びの連絡役がデュブナントールの開拓部に紛れ込んでいる。厨房で働く東方風の女性を探し接触してみるといい。オッケー。石の家はもうあれですね、占領されてるっていう状態ですね。
ちなみに今の現時点では入れないってことですかね。一応見てみます。あ、塞がってる。同時に塞いでますね。なるほどね。こんな感じになっちゃった。いや、そこの吉田がなんとかしてくれればいいんですけど、もうあんなくつろいでんだよ。スロイでる場合じゃねっつうんだよ。これですか。これっぽいっす。うん、いった。アルフィのヒギリさんです。ヒギリさんがいましたけど。うん。ラウバンを追って、ハイブリッジ、はい、イワシだなって、イワシかな。腹足りか、腹足り終焉状態に。ソロコンテンツ。ソロコンテンツだと思います。この辺はしっかり作られてると、クリスタルブレイブが出てくると。クリスタルブレイブと戦うの、うん、来た。ヒルベルドと戦う流れか。コンケシャーとまず勝てると思う。あと趣味が悪い。これ熱いっすね。クリスタルブレイブと決着をつける。しかも人数、この人数お、遊戯も来たかな。待たせたな、夕霧殿。少し見ぬ間にアルフィノ殿の目にも武人の輝きが戻ってきた様子。あの時は情けない姿を見せてしまった。しかしいつまでも落ち込んではいられないからね。それに今の私には仲間がいる。一連の騒動の後、我らドマの忍びは行方知れずとなった暁の者らを探すためクリスタルブレイブの動向を監視していたのだ。いまだミンフィリア殿や賢人の皆については有力な情報が得られてはおらぬのだが。ラウバーン局長を救出することはウルダハにとっても暁にとっても大きな収穫さ。ホーザン、お主はドーアレやヒギリと共に入り口の警備を引きつけよ。ラウバーン殿の救出は
我ら三人で行う。三人すごいね。いや、相当自信あるっす。参るぞ。少人数の方が多分向いてるんですよね、遊戯に関して。まあ強いっすからね、みんな。ある日も強いし、ひよこさんも強いっすから、ね。保全財団の職員の姿の指揮をつけるユベイルの相手なんですね。いや、先導を任せる。完全に IT になってます。面白いっすね。こっちで演奏っすね。いいっていうのがサイロンと。パーティックと囲まれてたけど、あの時は手は足も出なかったですね。そこからさらに強くなったから、まあ、なんとかなるよっていう。邪魔をするな。でもなんかだいぶ修正されたのすごいシンプルなスキル回し。ダメージってバフをかけるっすよ、実際に。ゲージシーゲージシーが意識入れちゃう。始末する。行こうぜ。ほとんど行こうぜ。あれ？こっち合ってるよな、さすが。こっちだね。うん、見た。あれでした。ラウバーン。来たぞ、ラウバーンが。しかし妙だな。警備は手薄い。絶対そんなんか一緒ですね。オブジェクトかラウバーン局長。グー、お前たち来てくれたのか。魔導装置で拘束されておられるようだ。無理やり破壊すれば何が起きる。拘束を解くためには認証鍵をクリスタルブレイブの隊員が持っているはず。手が来て奴らを探そう。そんな必要ありません。来た。いい発生。前が持ってる。個人的な恨みはありませんが、これも仕事でしたね。私たちの家族は貧窮から、這い上がり生き残るためには、汚れ仕事であっても貴重なんです。ダラミゴ出身なんですよ。貧窮からって言ってる。大丈夫。苦しみはしません。錬金術師ギルド特製の毒入りで、安らかにザルシンの一個に、食べ合ってください。返し止めなければ。
か戻った先にいると思うんです。タンクのドラッグス全然減らないんで。ヒーラーで生きてる。ヒーラーそこそこ減るんで、ケアとかかけてやらないといけない。まあ今はですね、自動力霊がついてるのがあっすよね。当時はついてなかったっすから、ね、自動力霊。だから仕事だったんです。PS とかも普通に、ETS が一番大変だったでしょ。検討しの方そうっすね、なんかしらない。どっちに行けんだ。ここ開いてんすか。閉まってる感じですね。ただ上に登れるって。あれ、行けねえじゃん。ちょっと行けねえじゃん。あ、そこにあるとポイズンじゃん。敵がいる方に行けば間違いなく終わると思う。よし、時計が晴れたぞ。戻れ。あ、認証鍵を探すんだ。こっちが開いたね。これだとこっちか。一番奥です。いますね。ゲーム仕方ですか。局長のもとへ移送。イルベルドはいそうですよね。イルカ星、こっちか。それもいそうですけど。アルフィナは地味に減ってんの、ちょっと気になります。魔導装置を停止。いやー、これラーマン助かったね。助かったね。腕がないんですよね。すまない、助かった。ラーマン局長無理をなさらず。
よし、脱出するぞ。さすがイエローの小細工では始末できないか。あ、来たね、イルベルト。いましたね。18もいるね。あ、ローレンティのもいるわ。この3人か。イルベルト、貴様。我が道を行かんとするなら、やはりミストランテで、障害を打ち払わねばならんか。仕方あるまい。こういう暁の残骸ども、今ここでその灯火を消し去ってやる。明日あたりはさっさり死にそうですね。いや、そんな重いんじゃねえか。まず現実です。朝いつの間にいなくなった。ハハハハ。ゲートだけは硬い。あっちのと遊戯以外も全然余裕ですよ。オッケー。ここまで来て悪あがきを。そこまでだ、イルベルト。剣を捨て投降しろ。めちゃくちゃ当時苦戦した記憶があるんですけど、だいぶ楽になってます。投降だと。女王陛下暗殺に関与した罪人がよく言う。投降すべきはそちらの方ではないか。よく言うわ。さて、そもそも七尾陛下は暗殺されたのか。そちらも一枚岩ではなさそうにお見受けするが。さかしいガキが。貴様も気づいているのだろう。暁やエオルゼア各国は貴様の得意な力を利用した。クリスタルブレイブに至っては知名度までもな。故郷を奪還したいと願う俺たちの思いも貴様の力も結局は誰かの思惑に組み込まれ利用され、自由に戦うことすら許されない。それでは救えない。俺たちの祖国を救えんのだ。俺は必ずアラミゴを取り戻してみせる。どんな手を使ってもな。あ、逃げたか。逃げましたね。逃がすものか。アルフィノ殿、深追いは禁物だ。それよりラウバーン殿。ああ、ラウバーン助かったね。よかった。恩に切るぞ。何をおっしゃいますか。たとえ地に伏し泥に濡れようとも立ち上がればいい。そのことを私も学んだのです。共に戦おう。もとより陛下の恩敵を討つまで屍を晒すつもりはないか。貴様にそう言われればより一層奮い立つというものだ。奮い立つ。それにしてもイルベルドめ、この残った腕を七国の魔王に捧げてでも奴だけは血祭りにあげてくれる。
ラウバーン局長、ロロリとは未だにナナモ陛下の死を公表していません。この意味がわかりますか？なんだと？奴ならばすぐにでも公表し王政を廃止しそうなものだか。確証はありませんが、もしや生きておられるというのか？積もる話もあろうが、今は脱出が先決。さあ、参ろう。はい。どこまでやろうかな。ドラクエを多分今日やるんで、どっかで区切りたいんですけど。次のエリアに行くところまで行きたいんですよね。しばらく無駄な足になるかもしれない。どうでしょう。見ての通り、警察は成功した。どうあれ。外の状況を教えてくれ。あ、警備に立っていたクリスタルブレイブの兵たちは、我ら三人の手で始末しました。実はその後になると、一人一人現れておりません。うん、別の抜け道を使ったか、ユベルトをはじめ、幹部系の何名かが逃げている。もしや、宝山などへと修練所内外を捜索せよ。承知。まあでも、ユベルト来たら、この三人は危なかった気がします。あがつきの決命とドアの方々、そしてラーバン・アルディン局長とお見受けします。謎の使者。何者だ。どうか武器をお納めください。わしは猿お方の使えるもの。我が主はあなたお方の敵ではございません。ほうほうほう。で、あがつきのウリエンジェ殿との連絡を取っております。ラーバン局長の身を安全のために、まずは砂の家。決して罠ではございませんがゆえ、ご安心を。ラーバン局長はこちらに、人目を避けるため、情報キャリッジを用意しております。まあ、これ砂の家に行く流れなんだ。ウリエンジェに連絡取ってみたらどうやら真実良さそうだ。了解。別の進展が発生しそうっすね。砂の家に来てちょうだい。いや、久々だな、すいません。さすがに自動ワープはなさそうっす。いやー、争点になっても砂の家に来させられるっていう。なかなかですけど。まあ、石の家が今どうこうできないですから。石の家は同人弾に取られてるってことは、まあ、まだ無理です。でも今回戦ったのはクリスタルブレイブだけですから。再会をどれほど心待ち、神々に願ったことか。パパさん。父上。おお、ピピンか。それにパパさん殿もよくぞ。しかし父上、陛下をナナモ様を守りきれず。ナナモ陛下は生きておいでですわ。お。様は皆様をここにお呼びさせていただいたのはこの私ですの。お初にお目にかかる方もいらっしゃいますわね。私はナルザル教団の大司教にしてサカツ州の一人デュララですわ。ナナモ様が生きておられる。まことであろうな。そちらの冒険者殿、あなたは陛下が倒れられたとき、
現場にいたそうですが、死を確かめたわけではありませんね。うん、そう。しかし、イルベルドの奴は確かに殺したと。イルベルドを殺したって言ってた。落ち着きなさいな、ラウバーン殿。それこそが巧妙な罠だったのですよ。テレジ・アデレジを排除するためのね。陛下の暗殺計画自体はテレジ・アデレジの独断なのでしょう。ですが、それを察知したロロリト殿は計画を利用した。あなたを激高させテレジ・アデレジを処断するよう仕向けると、その罪を問うて陛下から遠ざける。つまり己の手を汚さずに政敵を二人同時に廃したのです。ロロリトめ、ではそれではナナモ様は。少々手法に問題はあれど、ロロリト殿は政商は政治によって栄えることを一番理解している方です。うん、おそらくは事情を買収し毒をすり替えた。なるほど。致死毒から昏睡毒に、デューンフォーク族特有のある種の毒への抗体を利用したのですね。舌落ちしてました。ナナモ陛下はいずこかに幽閉されておられるのでしょう。うん、もっとも未だ昏睡状態ではありましょうが。あ、じゃあロロリト経由のどっかにいるってことか、幽閉。おお、ナナモ様。だからといってロロリトを許すことはできんぞ。ロロリト殿に全く罪がないとは言いませんが、そう、陛下の命を救ったのは紛れもない事実。うん、彼は権力志向の強い男ではありますが、王政の転覆など狙ってはおりません。うん、私は王党派でも共和派でもない中立の立場だからこそ、東方からいらした方に情報を流し、あなたが救出されるのを待っていた。うん、なるほど。この混乱を収束させるのが先決、そういうことですわ。ウルダ派の宝は民。よもや陛下のお言葉を忘れたわけではございませんでしょう。ロロリト殿にはテレジ・アデレジが残した権益でもくれてやればよいのです。ラウバーン殿はナナモ陛下をお救いし、再び鎖骨衆として支えて差し上げる。それが民のため、陛下のためなのですから。ニアトロマル、ナナモ様が生きてたっていうのはとりあえず良かったよ。まあそういうシナリオに書き換えたんだと思うんですよね、これ。 2.5 の時は本当に殺す意志で殺したんだと思うんだよ。ただまあクレーマーが多分来てると思うんですよ。ユーザーからのクレームが相当来てると思うんですね。そのおかげで、まぁ、ちょっと考え直したっていう流れですか。うん、多分言うてイムーンブリバとか普通に殺してますから。結構えげつないことを普通にやるよね。こう考えても FF はまあよく登場人物が死ぬゲームではある。なんで、どうしようもないっすね、そこに。たぶん、シックスティーンとかでも人が死ぬと思うんですよ。まあ、当たるか。こちら無事にラーバン局長を救出できて。何？ドラゴン族に動くか。すぐにカーズと戻る。コロタン伯爵にそのまま伝えてくれ。それで。カーズ、緊急事態だ。どうやらドラコン族によると、コート最終攻撃の予兆があったらしい。ドラコン族、おほ。いや、次々と事件を含みますね。ナオ陛下の安否については心配ではあるが、情報が少ない状況で、我々にできることは少ない。ここはデュララ女子やピピン超等賞に任せ、我々は石があるのと。ラーの件は言った方がいい。あ、でも生きてる。そこは生きてるって分かっただけでもいいし、ラーバーンも助けられたってのも、まあいいですよ。
石があるんだよ。バッション。バッション的にはあれですか。伯爵の家か。ホルタ伯爵。またバトルがあるっていうのがあるんですね。我が友よく駆けつけてくれた。すでに聞いてると思うが、ドラゴン族に動きがあった。ヤンドのアルフィーノが急に呼び出す形になってしまう。緊急事態をエコタダル城に無理を言って連絡してもらったのだ。アトネル先生頼りドラゴン族の高度最高級の動きがあると、警鐘が発されていた。これを受け、国境交渉は人生体制の移行を命じたのだ。高度の噂好きどもから聞いたんだけど、ドラバニアの空を追いつくさんとばかりの竜の群れを、西の方に向かった漁師たちがモスケしたのだ。でもさらにそれらドラゴン族に七大天竜の一翼座竜ニンズヘッグ、配下のもつけかな。ニンズヘッグか。ミスティニアンタントス貴殿の我らの転送に巻き込むわけにはいかん。楽ちんとして招くと言っておきながら申し上げないが、場合によってはコートから避難を願うことになるだろう。暁の三方には、対策を進んでいる、今後の身の振り方を考えてもらえればならん。妻が早急に結論を出していただけると。これ、エスティニアンカールに出てくると思うんです。石ガルドから避難すべき。バカだ、君らしくもない。一応これでもいいんだ。何を選んでもいいんです。アルフィノの作、アルフィノの作じゃないけど。戦わずにどうにかするっていう流れで考えて、ドラゴン族によるイシュガルドへの再攻撃、これが実行に移されればたとえ撃退できようとも大きな被害が出ることは間違いない。でもどうするですか。ドラゴン族相手じゃ会話にすらならないです。いや、対話した者がいるはずだ。まさか氷の巫女ですか。氷の巫女、君がクルザス西部高地で氷の巫女と出会った時、彼女は自分の罪を悔いていたと言ったね。ならば可能性はある。ドラゴン族と接点のある彼女を通じてニーズヘッグに攻撃を思いとどまらせるんだ。その旅路俺も同行させてもらおう。来たね、ニャンだ。ここでニャンが来ました。エスティニアン殿、かっこいい。エンサにたけり狂うニーズヘッグ相手に交渉が通じるとは思わんが、幾ばくかの時間は稼げるかもしれん。それに俺が持つ竜の目の力と光の戦士がいれば、奴を仕留めこの戦を終結させること。高名な青の竜騎士が同行してくれるというならこれほど心強いことはないが、あくまで戦闘は最終手段、まずは交渉が優先だ。好きにするがいいさ。氷の巫女にしたって
すぐにやろうだなんて思っちゃいない。ただしアイメリクに詳しいことは伝えるのよ。異端疑惑に奴を巻き込むわけにはいかんからな。了解した、エスティニアン殿。それでは同行の件、こちらからもお願いさせていただくよ。よろしく頼む。来たね、ついにエスティニアン。よろしくな。地位的な仲間になりました。こっから面白いんです。この点に関してはこっから面白いんです。なんとしても氷の巫女を見つけて大概持ち込もう。しかしそうするにしても石柄とかの先制攻撃を行われれば交渉は破綻する。出発前に神殿騎士団本部に立ち寄ろう。事の詳細を話せないまでもアイメリック教に相談し、先制攻撃のも封じてもらうんだ。だったら君はフォルタン伯爵たちに私たちの作戦の概要を伝えておいて。その後はフォルタン家の屋敷で待っていてほしい。です。神殿騎士。アイメリックか。あれ？こっちだね。第三課の防備を固めろ。対流バリスタの整備を怠るなよ。はっ、了解であります。なあ、君たちか。知っての通り、ドラゴン族がコート再攻撃に備え集結しているとの情報があってね。お忙しいところ申し訳ありません。話というのも九段の再攻撃に関することなのです。ドラゴン族の侵攻を止める手立てがあるやもしれません。現時点で詳しいことを申し上げられないのですが、我々が対策を講じている間、先制攻撃を控えるよう教皇庁に働きかけてはいただけないでしょうか。進行の阻止が本当に可能であるのならぜひにと思うが、その手法を話してはもらえないのかね。難しいこと言う。俺も同行するつもりだ。彼らの手法が成功するかどうかはともかく、敵戦力の切り崩しとニーズヘッグの足止めはできそうだね。教皇庁の主戦論者たちにしてもどうせ賞賛はないのだろう。聖戦だなんだと威勢だけはいいものの、具体性に欠けるというのが連中じゃないか。確かに私自身としても先制攻撃には反対だ。今はとにかく少しでもコートの防備を固めるべきだとね。青の竜騎士と光の戦士殿が邪竜ニーズヘッグの足止めに出陣するというのなら説得材料にはなるか。よかろう。君たちが私のことを案じてくれているのはそれとなく分かっているつもりだ。教皇庁との交渉は引き受けるが、くれぐれも無茶はするなよ。うん、オッケー。いやー、頼もしいっすね。やはりメイクさん。そう、隠し事をしたがるし。この手の企みは楽しく思っている自分だよ。いやー、相変わらず狂ってますね、スティア。俺は正気だ、とか言うぐらいです。教皇庁とグリーノなんですけど、
違う。騒がしいな。ドラゴン族の再攻撃が近いとアドネール先生代から警鐘が発せられたもので、人払いをした人っすね。竜どもが再び動くか。だが聖剣の力を手にした今、いかに70といえど固めのニーズヘッグを解き、恐れるほどのものではない。こそこそと動きうるアシェンどもにしても、我らを利用しておるつもりだろうが、さてどちらが上手かの。しかし陛下、あの黒宝衛たちは未知の力を持っています。このまま隠し通せるものでしょうか。兵も用心深い男よな。それが心強くもあるが、人を導くものなればこそ揺るぎなき大胆さも必要ぞ。我らは千年の禍根を断とうとしておるのだ。真の変革のためこの身を犠牲にする覚悟もできておる。では青の竜騎士と光の戦士が何やら動いているようですが、彼らも。放っておけ。人にはそれぞれ己が役割というものがある。そう、力を得たケイラにもな。力に立ってこれのこと言って。はっ、全てはトールダンの名のもとに。こういうか、霊剣柄。アシエンから力もらってんの。イゼルを探して、しばらくイゼル関連になるのか。待たせたのに、たとえ今後の方針が決まったらしばらくコートを離れることになるし。なるほど、お話は分かりました。二人の留守は任せてください。暁の皆さんの捜索をバッチリ進めておきます。頼りにしているたとえ、それでは我々行く。分かった、ちょっとお待ちください。アルヒノ様、この衣装に着替えてほしいのです。お、来た、新衣装来たね。これ、ここである日の新衣装になるっていう流れですか。これは、来た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 。身の味み動きやすく素晴らしい出来栄えじゃないか。これは私に、変です。情報収集の方はあれで裁縫の修行をしていたのです。これぞできる受付の実力なのです。すごいな、ありがとう、タタル。この装飾あればな、辛い長旅にも耐えられそうだ。必ず成果を上げて帰ってくる。お二人ともどうかご無事で、それでは行ってらっしゃいです。私も酒場に戻って情報収集再開です。さすがですね、タタルさん。タタルタル。どこにいんだ。あ、ここにいんだ。
生理講師になるよね。そうだよね。ヤンドでないか、戦術の権利は大変狭いになった。しかしご友人に加え、青の聖騎士団と一緒だ。さあ、奇妙な取り合わせになると思えない。何用かな。お汗を目にかかります、レッドあるときは。あの年生世代から、ね、ドラゴン族による最高劇に関する継承が発せられていることは既に把握されていると思います。その件に関連して我々は氷の御子を追っているのです。これ最新の異端者関連の情報があればと考え、こちらに立ち寄ったしで、ね。そういうことであれば、部下に話を聞くといい。周辺地域の懲戒に出ていた部隊がそろそろ戻ってくるんです。それに加え、ヤーン殿が発見した異端者たちのアジアートを調べている部隊もいる。ゴルガニボスクの狙いは何かわかるかもしれない。ならば二手に分かるよ。俺は懲戒部隊の、基礎アーマーチで、話を聞いた後にゴールする。お前たちは先に牧場に向かっておいてくれ。了解だ、一斉にと。よし、カーズ。我々人は次元ゴールドジェンボックジェネル調査隊の騎兵隊長からの情報を集めるとしよう。さすがに、パッケージだけあって、ボリュームありますよね。次のエリア生かしてくんです。このエリアも普通に全域行けるのか。まあ空飛べないといけないところもありますね。基本的には全域に行ける。あっちに関しては行けないですな。アラバシアウトの方が確か道がないと思います。魔物が飛び出してきて、まずそれをどうにかしろ。あ、これでいいのか。下にいるやつにこれだけ乗っているやつ。あ、いるじゃねえか、普通に。いるねえ、ボーラー。親子に来た。いいのかよ、俺はと。で、上に行ってこう、いいですか。いいの。すぐに行ったよ。エスティアン到着してるし。感謝を残したもの。Thank you.
ぱいあんのか。ちょっと待って、上に1個あるこの流れだな、これ。いや、上にあんのは想定外だな。なんか、ないもんだったんだ。あった、あった、おしれった。ミス。ユッツ。アクアハ演芸劇場。そこに行けっと。演技劇場の激闘、あ、戦う流れっすね。うん。そっか、芝がいた。これはここですかね。下か？下っぽいな。うん。あ、これでコンテンツです。はい。いやー、そのコンテンツ多いっすよ。それにもやってます。ちなみに51の ID は、あれですね。普通にクエストで受けるやつです。文脈の。なんで、メインクエストが発生しないんですけど。ここ、アクアハー演芸劇場とか、すごいな、いつの時代の、遺跡なんで。だからゆっくりと観光させてもらえないようと。ベンチャーは俺たちのことを管理するつもりはないらしい。すごいっすね。オーロラが出てる。芝さん、根源を公害しただけは飽きたらず、我らを根絶やしにするつもりだ。意地があるの騎士だ。待ってくれ、我々は氷の巫女と話し合うために来た。戦える連鎖を止めるために。貴様らの魔物なので、耳を貸すものか。罪なき一家の、ドラゴンと攻撃してきた大騒ぎ。母の力士を伴うもの。騙されるはずもない。やれやれ、俺も嫌われたもんだ。戦うしかない。いくぞ同志たちよ。ドラゴンの翼は我ら友にある。がいます。よし、とりあえず先に倒せるかなったかな。いかやって一番好きなんだ。応援来てる。やめるな。あ、現実しまじってよ。あ、ちょっと回復したな、がっつり。しかもなんかドラゴンになってるし。いや、2体来てるよ。竜の力を使ったかもしれない。ゲージするかもしれないです。
帰りますね。ここなんか出てきた。鉄属の口エネルギー。エンドですよ。つい、まとめて戦っておいた。おっと、もっとでかくなって。魔力よ、走れ。これはわかります。おいしれ。構えてきたら前方の敵。本人は出てこない。そう、強い。ここまで被害を増えるだった。同志たちは遠行で劇場を放棄する。愛のネグラに退く。愛のネグラ。氷の巫女の実話とはなしだ。せめて居所を切り出せると思った。あ、尾行した方がいいんじゃない？それなら連中も片先、灰のネグラ寺に行くしかない。あ、場所は知ってんのか。たとえそれが俺たちを、要求をする、罠だったとしても、去り際の言葉か。だが、灰のネグラとはどこなのだ。一斉の道には心当たりがあるので。ああ、おそらく、ガリュー島のことだろう。今、凍結しまったアッシュプールという、湖にある島だ。あの島の下に、巨竜が眠っているという、500年も昔、当時の青の竜騎士は死闘の末に倒し、虚骨たちの宝術たちが、数字に描かれて眠らせたらしい。眠りついた巨竜の体にはいつしか灰が、降り積もり、島になったと伝えられている。なるほど、灰のねぐらの名にふさわしい。それでは西部高地に戻り、その下流島に向かうとしよう。それは西部高地にある。まあ、もうバトルにはならないと思うんですね。ここで。西端。あ、これあれか。あの拠点に行くことになるのか。これ、ね、どっか行くことになると思ってたんですよ。まあそこ寄るってことはお使いがある可能性、使い供養をやらされる可能性。次のエリアはね、俺は14の中でトップクラスに好きな BGM が流れる。このエリアにはね、行きたいんです。またね、いつでも聞けるんだね。ああ、なんだまだ、連帯の加入希望者か。そっちの兄ちゃんはそこそこやれそうだが、そっちの細っこいのは3日と待たずに死んじゃいそうだな。
おいおい、俺の杖はあまりいじめんでくれ。この細っこいお坊ちゃん、こう見えて異端者の相手に一暴れしてきた帰りなんだ。なんだってめやってありゃ。その夜に、やり、竜やりは、そいつは恐れ入ったぜ。青の竜騎士様とご一個だったぞ。俺のはジャン・トゥルを、栄えあるドラゴン狩りの部隊、セーフィリア連隊の、連隊長だ。舐めた口を聞いたことは許してくれよ。それでこんな危険な場所に何の用が訪れてきたんだい。うん、氷の巫女と異端者どもを追っているのかい。事情分かったが俺はそんな連中は見てないぜ。とはいえ、うちの連隊の中に目撃者がいるかもしれん。適当に話を聞いてみればいいぞ。分かった、そうさせてもらえよ。では、カーズ、必要なと。何人かに話を聞いてみるとしよう。まだ51なんですね。いや、高いなぁ。まだ51かよ。スタート地点ですよ。あ、まあ、50から始まるから。家で剣を取った。52まで上が行ったら、あれですね。5分の1。まあ、長いですね。手や足、何の余計なことでした。そっからさらに 3.5 までありますか。ああ、いたんしゃいございますか。あ、じゃあ見かけたことはねえんですかね。やったすことかもしれないから、知らんことでもないです。それは本当か、異端者に繋がる情報があればぜひ教えてほしい。言うて 3.0 までしか前広さんは関わってないんで、まあ目標としてはそこです。へい、旦那様。今じゃこうして兵隊やっとる足ですよ。何を望んで、槍を担ぎ走ってたわけじゃないんですよ。連隊長の、父親様に、徴兵されて、命じられまな、槍羽働きをしている次第で、足としては給金さえもらえれば満足です。ところが、イムギアに徴兵された平民の中には戦いに疲れて、馬を抱え込んでいる奴らを多いんです。異端者どもはそういった平民たちに声をかけて仲間に引っ張り込むというわけではございます。民に自由とかなんとか甘い甘い言葉で、ね。氷の巫女たちが急速に勢力を拡大したのはそうした背景あったんだ。実際に勧誘を受けた者から聞いたんですが、何でも異端者の仲間に加えたなら、西部高地で紫色の煙ののろしを上げればいいとか。いい情報じゃないか。追いかけ回すに飽き飽きしているところだ。こちらから異端者どもを呼びつけてやろう。千年の恨み。あ、これ対面します。と、使いが始まってる。そうっす。使いに。巻き。来たね。巻きを集める。これが巻き色い。手がガチんで、いい仕方がないよ。手がガチかんで、仕方がないよ。ある日のやつ、巻き色いしたのは初めてなんだ。一体どんなおっちゃん暮らしをしてきたの？この辺のくだりはね、今後も出てくる。
アルフィの悪を登ったんです。やはりあなた方だったか。来た。同志たちから報告は受けていた。どうか仲間の非礼を許してほしい。私を追う理由を聞かせてもらえるだろうか。あなたと対話するために来た。そうか、ドラゴン族の進軍を止めるために対話を。あなたの決意は本物なのだな。しかし竜と人との対立の根源にある隠された真実を知らねば対話も叶わないだろう。今こそ語ろう、うん、私が見た真実に触れる過去。で語るんだ。1200年もの遥か昔、エレゼン族の一団がクルザスの地にやってきた。当初はドラゴン族との小競り合いが絶えなかったが、やがて一人の乙女が二つの種族の架け橋となる。彼女の名はシヴァ。まあシヴァ。彼女は高い知性と理性を持つ竜と対話する中で、七大天竜の一翼である青竜フレースベルグと出会い、種の違いを超えてかの竜を愛するようになった。竜を愛するようになった。だが人の命は竜のそれに比べてはるかに短い。どんなに長く生きようとも人は100年もすれば死ぬ。一方で竜は千年、万年の時を生きる。シヴァの愛を受け入れたフレースベルグも苦悩した。やがて死が二人を分かつという現実に。そう。そしてシヴァは懇願したのだ。自分を喰らってほしいと。魂となって永遠に寄り添うために。いやー、これ切ない、ね。かくしてシヴァの魂はフレースベルグに宿り、これを知ったドラゴン族と人とは互いを認め、融和への道を歩んでいった。二つの種族は協力し、この地に美しい国を築いた。しかし、竜の目に満ちた力は人の心を惑わせ、この蜜月関係はわずか200年足らずで終焉を迎える。人は欲望を抑えきれなかった。事故のために七大天竜を騙し討ち、その目を奪ったんだ。今イシュガルドを襲わんとしているのは七大天竜の一翼にして人の裏切りにより目を失ったニーズヘッグとその眷属。かの竜の目的は奪われた目の奪還だろう。それが叶わぬ限り対話に応じるとは思えないが。エスティア持ってんの？それは違うな、うん、お前の語る過去が真実かどうかは別として、確かに以前ニーズヘッグは竜の目を狙っていた。だからこそ俺は危険を承知の上で竜の目を持ち出し、都市を離れて各地を転々としていたのだ。奴をコートから引き離すためにな。これが竜の目。これまで奴は執拗に俺を狙い続けていた。だが
ここに来て狙いをイシュガルドに変えた。そこには奪還すべき目がないことを承知の上でだ。コート攻撃の理由が別にあるというのか。それに奴の像は目を奪還したとしても晴れまい。この竜の目を通じて俺に伝わる暗い感情はもはや狂気と呼ばれるほどのものだ。ニーズヘッグとの対話が絶望的だとして、聖竜フレースベルグならばどうだろう。イシュガルド侵攻に加担していないことを考えると、今も融和を望んでいる可能性はないだろうか。あくまでも争いを止めると。ならば私も共に行こう。かつて私がフレースベルグと外交した地、霊峰ソームアルに抱かれし竜の領域ドラバニア、かの竜はその航空に広がる雲海に住まう。これコフェネス力だれ見せるのか。いや違うなって言ったんで、これあれか、クリスタルの剣か。あ、これクリスタルだ。あー、これ1個明かりが戻るってことか。このエリアが終わったからってことですか。だから各シーン削って、1個ずつこれを元地に戻していくと。そう、ハイデンの力が戻るっていう感じですか。どうした、大丈夫かい。無理はしないでくれよ。さあ行こう。ドラバニアは西の山を越えた先だ。この件はミヒアしか知らない状態でした。だからヒアを知らねえんだ。驚いた。我が竜の爪をわずかとはいえ打ち砕こうとは。調和を望み混沌を鎮めんとする固き決意、これが人の意志か。その行く末見極めさせてもらおうぞ。長い戦いが始まるし、6個あるってことは今6分の1が終わったっていう流れか。2分の1っすね。長いよね。楽しんでやっていきましょう。今日はこれで多分次のエリアに行けんじゃねえかな。まあ、高知ドラバニアに行くっていうのがあるっす。はい、ソウルアームに行って、ドラバニアの雲海に行くことになる。チョコボの森もあります。癒しいです。はい、やる。3体かよ。いいですよね、1体。まあ一応セントリーもらえますから、ね。4枚ですか。千ギルテープ、テープ代を稼ぎました。ナレーションかな。アルデナード小大陸を東西に貫く
エオルゼアの背骨、アバラシア山脈、霊峰ソームアルを仰ぎ見るこの地はドラゴン族の本拠地として知られる。竜がその空を支配する領域に冒険者たちは足を踏み入れるのだった。名曲っす。なんか上から落ちてきたんですけど、なんでだろう、なんかあったんですかね。いや、上から落ちてきたのすげえ謎なんだけど。ここにエイテライトがあるんで、エイテライトに行くとこまで行くか。じゃあこれで行く流れになるか。マルスちゃんというのは知事、じゃあいっか。な。OK。ここで終わりましょう。次回はテイルレーザーから始めたいと思う。ここはテイルレーザー。というわけで、強くて人間も終わります。というわけで次回もまたよろしくお願いします。ではご視聴ありがとうございました。はい。